はい、こんにちは、ゆうへいです。さて今回なんですけども、フランクフルトの中心にあるハウプトバッヘという駅を紹介したいなと思います。ここはフランクフルトを観光するときとか必ず使う駅なので、少しでも参考になればなと思います。それではまず僕の動画でよく出てくるんですけれども、ここがフランクフルトのメインストリート、ツァイルという名前です。このツァイルにはいろんなお店があって、お土産などを買うときなど必ず来る道ですね。そしてこれがガレリア、デパートです。今ここは地上なんですけども、地下からも直結してます。で、このハウプトバッヘという駅は基本的に全部地下にあります。それではちょっと行ってみます。地下の様子はこんな感じです。向こうの方にバイオリンを弾いてる人がいます。で、正面はガレリアの地下の入り口です。その脇にはパン屋さんなどがあります。初めての駅はいろいろと分かりにくいこともあるかと思いますが、一応こうやってちゃんと案内板があるんで、これを見て乗りたい電車を探します。よく見れば分かるようになっているはず。こんな感じで U バーンの乗り場は1箇所じゃなくて2、3箇所あるんで、ちゃんと乗り場を確認して行かなければいけません。 S バーンのホームは1箇所だけです。すべてこちらのホームに来ます。それも地下ですね。方向だけ間違えないようにして電車に乗りましょう。この S バーンの乗り場の近くにはこういったマクドナルドとかタバコ屋さんがあります。そしてこの並びに沿って向こうの方に行くと、このようなジュース屋さんがあったり、そしてみんなの大好きなタピオカ屋さんもあります。結構人並んでるんですけども、大体アジア人が多いイメージです。そしてこのタピオカ屋さんの目の前には僕がよく行くアジアスーパーマーケットがあります。ハウプトバッヘにはね、こうやってコインロッカー的なものがあるんですけど、これ全部使えないです。だからハウプトバッヘにはコインロッカーがありません。新しく散髪屋さんができています。バーバーって感じの、これは多分結構新しいと思う。そしてその横にはカレー屋さん、ニューデリー、このお店も結構流行ってます。そしてケンタッキーがあって、そしてこっちはお肉屋さんと、で正面には果物売ってる市場みたいな、果物売ってるところがあります。これは毎日ありますね。で、カットフルーツも売ってて、夕方になると安売りしてます。そしてこの果物屋さんの近くにはこっちへ行くとトイレがあります。このトイレは料金が決まってなくて、出るときにまあチップをあげる感じです。チップを払わなくても大丈夫ですね。ドイツにしては珍しく無料で使えるトイレです。ここですね。ちょっと試しに1個買ってみました。何が入ってるんやろこれ。一体何の果物かよくわからないんですけど、買ってみました。食べてみようと思います。スイカかな。この黄色いのはパイナップル。さて、それではちょっと食べてみようと思います。何やろうなこれ。まずこれはこれはメロンです。固めのメロン、固めのメロンやけど結構甘い。そしてこれ多分スイカ、ということはこれはスイカとメロンですね。
というわけで今回はハウトバヘという駅を紹介してみました。この動画がね少しでも良かったらぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた、バイバイ。